一番に置き、誰よりも遅く最後に眠る。座っているのを私は多分見た記憶がない。もうそろそろ自分立派な人はいない。昼夜問わず働いて、それでもいつも笑ってた自分のこと、確かめに来て、布団を直して明かりを消した。本当は起きて強い人はいない。言葉でなく生き方で全てを教えてくれた自分。
ありがとうございました。ありがとうございました。アイソナナでした。